こんにちは、マスターピストの中瀬です。中瀬さん、なんかすげえ今日 T シャツギラギラしてるけど、これブランドもんですか？うん、マスターマインドって言って、え、あのもうないメーカーだけど、うん、ちょっとビグレッティとコラボしてみました。ギラギラしてる。で、今日は今日は、まあ最近じゃないんだけど、今日前のお店の時に、うん、カスタムというか組んだ鉄ビゴレッティ黒森、かっこいい、うん、これがね、女子が乗ってるという、女子が乗ってるビゴ、うん、やばいよね。いやかっこよすぎる、うん、結構ロックな女の子で、うんうん、渋いよね。このパーツチョイスもね、うん、ほぼして、え、ちょっとヘッド周りから言っててくれますか？まあ、あのヘッドパーツはノーマルだけど、うん、あのまあ、トムソンのステムに、うん、で、これがあのどこだ、デダだっけ、デダのドロップ、うん、ポールのブレーキレバー、あ、これポールつけてたんだ、うん、今知った、うん、ステムはちなみにニットです。ステムニット、あ、そうか、トムソンじゃなかったんだ、うん、あ、そう、キャップが、ね、トムソンね、うん、ニットのこの黒いのあんま見ないよね、うん、で、ホイールがもうランボ、うん、シクロックのハブにシクロックのあんまり太くないディープ、うん、リムの前後、前も後ろもモランボン、モランボンで、うん、ここローターかっけー、これもして、これなんか金属じゃないよね、あの質感が瀬戸物みたいな感じ、うん、いやもう彼女がこのパーツをつけてくださいって言ってる時点で相当なんかやばいねえアーモンドチェーンに、うん、おまけおまけの骸骨ね、そうね、ペダルも、うん、彼女が初めてだよな、このペダルに、あ、三ヶ島のやつだけ、そうにホールドファースト、うんうんうん、新しい頑張ってつけた感、うん、でも合ってるね、うん、合ってる合ってる、このあとあれも5、6人この仕様にしたもんね、あ、そうなんだ、うん、やかっけー、先屈者で、サドルもね、あのこれなんだっけ、トライアスロン用かな、ちょっと全長短くって、うん、かっこいいよね、うん、なかなかのパーツチョイスで、まあ、トムソンのシートポストね、うんうん、いや、なんか真っ黒だらけなのに、やっぱビゴのレター、うん、がすごい、あとラメ入ってるからね、うん、このそれとやっぱりあれだね、この辺スポークあえてね、うん、シルバーにするとかね、うん、あ、そうだね、スポークこれ黒だったらつまんないよね、うん、なかなかの、うん、黒シルバーのおしゃれなコーディネートだ。で、恐ろしいことに、うん、これがどんどん加速して今はオートバイに目覚めてあ、そうなの、そう、えらいことになるかなみたいな、え、じゃあピストとバイク両方そう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 、いや、あるのよ、チャリ乗りたい季節と、うん、バイク乗りたい季節ってね、あるのよ、わがまま、そう、まあこれはね、ビゴレッティですけど、うん、年内、まあ来年なるかもわかんないけど、うん、バイクも紹介したいと思います。彼女の、そう、わあ、いや、見てみたいもん、うん、本当だね、見てみたいね、うん、めっちゃ楽しいです、乗せてくれるもんなら乗ってみたいでしょそうそうそうっていうのは僕だけじゃないと思うけどね、うんうん、来てくれるといいね、バイク乗って、うん、という感じで期待してください。はい、ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。